サラーみんな赤木です。今日のテーマは旅行。アノーラは最近旅行行ってきましたか？そうですね、行ってきましたね。まあ旅行というか仕事で。あ、どこ行ったんですか？広島に行ってきました。あ、でも旅行気分だったのか、それで。少しこのなんていう観光もできて、本当に、あと広島原爆とか。すごいとか行ってきた。旅行で最近どこにも行ってない、仕事でいるんですけど、最近行ってきたとしたら、ウズベキスタンに帰ってきました。まあ、帰って、夏1ヶ月ぐらいずっとウズベキスタンにいて、やっと帰ってきて。旅行より帰省だね、それは。そうで、まあ、でもお母さんとそのウズベキスタンの中旅行できたからすごい良かった。サマルカンド、ボハラ、ヒバニ、3つの町。国内旅行。国内旅行ができて、その前は本当に行ったことなかったです。だから日本に来てから行ったこと多い、いろんなところに。日本もすごい国内旅行すること多くないですか？いや、多いですね。なんかもう国内旅行って言えば温泉旅行とか、ああいうキャンピングとか、最近もうパンフレットで駅の前とかもたくさん置いてあって、あれちょっと行きたい気分になるね。しかもすごい綺麗に撮ってるし、あと例えば何人かで行くとちょっと安くなるとか、家族で行くと、カップルで行くと、いろんなそういうキャンペーンみたいのがあって、すごい楽しいなと思いました。なんか僕の国あまりそういう国内旅行とかあまりしなくて、あまりしない。国小さいわけでもなくて大きい国だけども、あまり国内旅行はそんな しなくて、そう、あの駅の中の広告でフィンランドの北の方のラップランドの広告があって、初めてちょっと行きたくなったんですね。ラップランド何ですか？ラップランドで、あのオーロラとか見れるところ、トナカイとかいるところね。あれも日本で見ました。そう、日本の広告で初めてちょっと行きたくなったんですなんか日本の広告で見るとなんか行きたくなりますよね。千葉は行ってきましたよ。千葉結構近いじゃん、うん、車で2時間だった。白浜のビーチ、はい、まあ、文字通り白いビーチがあるんだけど、すごいいいところ、うん、白いビーチね。ちょっとあのサーフィング あのすごくない方の、なんていうんだ、あのウェイクボードをちょっとやって、サーフィングじゃない方ですね、すごい焼けて楽しかった。赤くなって、うん、川向かいで脱皮して今それが終わったところです。あ、いいですね。あれ、なんか台湾とかにも。あ、台湾も行ってきました。まあ、国内じゃないけど。そう、何ヶ月前に。どうでした、それ？いや、台湾すごいいいですよ。うん、行きやすいし、行くのも安いし、うん、ね、いろいろ。他もちょっと日本よりは安い。うん、もうちょっと。あんまり変わらないから。で、美味しいものも多いし。美味しいものも多いし。うん、まあ、食べ物美味しいもんね。すごい親切だったしね。親切。うん、いいな。私はもう去年ならドイツに行ってきたんですけど、それも、まあ、日本の広告ではないけど、普通にインターネットでクリスマスにどこに行けばいいのって言ったら、3番目に、そう、こうやって3番目にミュンヘンって出てきて、あ、じゃあミュンヘン行くかと。待って、3番目に1位に行けよ。1位はアメリカだからなんかあんまり3番目に出たからじゃあ行こうって、ちょっと繋がんないんだけどいや、なんか写真とか見て、あ、でもドイツクリスマスあたり良さそうですね。あと、なんかこのブルーワインっていうホットワインがあるんですよね。ああ、分かった、フィンランドも飲みますね。飲みますか？スパイスワインみたい。スパイスワイン、うん、あれすごい飲みたくて、もうあれならどこでも行くよと思って、とりあえず飲みの上なんで行ったんですけど、結構良かったですね。今日本に住んでる上で、すごいフィンランドの住むうちにもっと利用すればよかったと思うの。本当にヨーロッパが近いから、うん、その時、なんだろう、日本でいうとこう日本近辺のアジアぐらい近いから、うん、なんかエキゾチックさが感じないのか分かんないんだけど、あんまり行こうと思わなかったですよ。でも今初めて分かったのが、すごいヨーロッパもいろいろ行って面白いところあるんですよ。どこが好きでした？これまで行った中でイタリア良かったですね。イタリアね、見るものすごい多くて、割とその、あ、なんだ、比べるとベネチアでさ、比べてしまうとベネチアでさえ最近のものになってしまうぐらい古い歴史もまたあるから、うん、あるからね。そのローマ時代のものも見れるし、うん、最近の近代化してるものもね、近代化してるもその間のなんだ、ルノサンスあたりぐらい、またもういくつかの時代のすごいものがあるから、あと料理も美味しいし、美味しそうだな、天気もいいし、
ワインとチーズが、いや高くもないし。高くもない。うん、美味しい。いいです。なんか私もなんかヨーロッパに。コーヒーも美味しい。イタリア。コーヒー美味しいんだ、うん。ヨーロッパにすごく行きたいんですけど、ただもちろんそれだけではなくて、最近ニュージーランドの店によく行ってて、はい、ニュージーランドだったら直行便あるらしいんですよ。うん、じゃあもうヨーロッパの話はなしなのね。ヨーロッパ。なるほどね。オッケー。いやいや、でもニュージーランドに行きたいなと思ったんですけど、やっぱり今の話も聞いて、やっぱイタリアかなって思って、うん、ヨーロッパは見たいですね。やっぱスペインも、スペインも良かったな。どっちかというとフランスは一番最後にしたいなというのがあるんですよ。またすごいものたくさんあるよ。たくさんありそうだけど、うん、高そうなんでしょ。ちょっと高いっす。そう、パリすごい、パリすごい高そう。すごい浪費したわ。だから高そうなので、どっちかというとこのイタリアとスペインに行ってからフランス貯めていく。でもパリは特に日本に住んでる以上、パリあんまりこう貯めない方がいいかもしれないです。パリ症候群っていうのかな、聞いたことあります？ないです。なんか日本人でフランスとかパリに憧れてる人が多いらしくて、うん、実際こういうことがたまに起きるらしいのが、もう一生パリに憧れて、やっと行ってみたらそこまで素敵じゃない現実も見れてしまって、それで、なんで落ち込んじゃうっていう、そういう現象があるらしいんですよ。あ、じゃあもう本当に別に何とも思わないで普通に行っちゃった方がいい。期待あめたかめないまま。あ、期待を高め。私貯金して行く予定って言っただけだから。あ、だからね、そう。旅行に行くのにどういうことをしたいですか？そうか、そうか。そうですね。南ヨーロッパ行った時はそういうすごい歴史が、すごいものあるから、それをばっかりでもすごい満足したんだけども、やっぱりその他に。いい天気のところに行って、自分の国あんまり天気良くないから、いい天気の国に行くだけでも結構喜べるし、やっぱり料理も結構、それは多分、それおそらく日本人の考えかもしれないけども、料理だけのために行く人も多いじゃないですか。でもそれ最近すごい分かるようになってきましたね。多分フィンランド人は料理求めて旅行に行く人はそんなにいないんだけども、最近思ったら本当にイタリアはもう料理だけのために行ってもいいぐらい美味しいし。何が美味しかった一番？ピザでしょ。ピザ、あベラナポリ。うん、ナポリも、ナポリ一番うまかったね、全部。へ、あ、よかったな。ああ、もう私もすごい、ガンドラって言うんだっけ？ゴンドラか。ゴンドラか。うん、ゴンドラに乗りたい。あ、ベネチアのね。アモーレミオ。あ、自分で歌うのか。自分で歌う。ロマンチックでしょ、だって。乗ってないですね。高いから乗ってない。もう私だったら乗ってやん。もうダメよ。じゃあ、しましまのシャツやって、帽子やって、帽子やって、いい、私がそれを歌う。あ、自分で全部やるの？コーヒーまでやって。あ、もう、ま、でも次行きたいのが、僕一つ夢があるのが、香港行って。香港？まあ、香港見るだけでも結構変わった街じゃないですか。ジェキちゃんに会えるかもしれない。香港に住んでるから、あの人。多分香港じゃないですか、ね。あの人香港じゃない。香港ムービーズに出てるでしょ、だって。じゃあ香港かもしれない。失礼しました。うん、でもまあそうだね。映画香港映画も好きだけども、うん、香港何のために行きたい？あ、何よりもね。食べ物か。うん、電子工作が好き でドローンが好きだから、あれの部品は全部その香港ちょっと離れたところの新鮮の工場や市場で回ってるわけだから、うん、そこ行って最初の電気部品見に行きたいね。うわ、いいね。私だったら次行きたいのはやっぱりイタリアかな。うん、イタリアおすすめです。かニュージーランド。まあ、日本だったらどこ行きたいですか次？僕まだ京都行っただけで、それより西行ったことないんですね。だからもっと西まで、大阪も行ったか、大阪で最西だったんですね。うん、神戸さん行ってないから。ああ、神戸行ってないか。神戸いいよ。そこから西の世界もちょっと。神戸ビーフ。そっか、神戸行ったら食べれるの。自分だったら次行きたいのは、北海道2回も行って、北海道はもう本当仕事でしか行ってないから、今度北海道もう観光で行きたいですね。旅行で行きたい。それはジンギスカンを美味しいところ行って食べたいです。うん、いいね。
あとね、あのスキーできたらいいなと思ってます、うんうん、できる？できるって1回しかやったことない。あ、ないのか、うん、でも1回やって結構まあなんかできるようになったから、うん、それができるようになるよ、うん、スキーはいいですね。まあそういうことですかね。おすすめの旅行先教えてください。そうです、もし皆さん好きなこういうところ行った方がいい、おすすめの場所があったら、ところあったら、ぜひぜひコメントにて教えてください、うん、お願いします、お願いします。ではまた次回まで。ちょっと待って、まだあるのか今度赤木が、あーそっか、これで最後なんね。最後ではないけど、なんかあーそ、でもこれ放送時には僕は実はもうフィンランドにいますね。これから1年間留学行ってくるんでね。赤木が帰国しちゃうんですよ。もうこれを放送したらもうどっくに行ってるけどね、うん、もう多分もうこれかなり冬に入ってるじゃない。多分僕はもう冬眠してるぐらいの。冬眠はしてないと思うんだけど、うん、でも赤木ってこうやって2人でね会話をして、本当にいろいろ楽しかった。何でそんな真剣に1年、いやもちろん1年後にね帰ってきたら、またこうやって、ね、また来年夏に一緒に開催したいと思ってます、うん、また面白い話を皆さんにしたいと思う。これ以上に面白い話たくさんありますので、できるだけこれの編集を怠けて、あのゆっくりアップして、ゆっくりアップして多分来年の春まで待つんじゃない、持つんじゃないこれ。うん、私もそう思います、うん、そのように怠けて編集したらいいです。わかります、先輩なのでまた夏まで、夏まで皆さん、フィンランドからもしかして面白い動画たまにアップしてると思うから、僕のチャンネルも見てください。ぜひ赤木のチャンネルも見ていてください。赤木が帰ってきたら面白い動画をとりあえず皆さんにアップしたいと思います、うん、ではね、では赤木いってらっしゃい。 ありがとう。じゃあまた来年まで、来年までコルスクインチャー。ハハハハ。